生ゴミはダメだよ。生ゴミはね。じゃあこれをね、晩酌の締めで今日これをいただきます。ね。はーい、そら。お風呂入ってきたよ。行ってこい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 。ああ行った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 。お、あれ？なんかまた雨降ってきた。やれ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 、涼しくていいんだけどね、雨ばっかしてる、降ってんだあー、お、来た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 よ、おかえりそらそら、おかえり。おっと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 。あ、今炊いてるよ。いやいやいや、今炊いてけば炊けてないよ。炊けてないよ、おいで。体が重いね、君ね。そうだよ、困ってなきゃいけない。伏せして待ってろ。そう、こうやって炊けるのを待つ、最近は飛行機がよく夜中でも飛ぶようになったね。一時全然飛ばなくてびっくりしたけどね。まだ外暑いさっきまでねなんか天気良かったって感じしたんだけど、ちょっと今降ってるね。夏だね夏だよ。今度ね休み天気が良かったらじゃあプールやろうね。一日プール2人で使ってるかねいやーよーい、そらじゃあこの金賞出雲の国の煮たまいお姉ちゃんがね炊いてくれたんだよ。お座りお座り、こうしろお座り。じゃあまずは、うわピッカピカツルツルテッカテカだね。あっじゃあちょっと食べてみよう。まずはねパパから赤だしを赤だしを飲んで、じゃあいただきます。ああ確かに同じコシヒカリなのに違う。違うよ。いや違う。あ、うまい。うまいよ、そら。パパはね、こう見えてもね、じゃあ、この家はね、何百年って米作りをずっとしてる家で、俺もずっと米作りをしてたから、この自分で作ったね、作りたての米っていうのは味はわかるわけ。普通に買ってるんじゃなくて、自分で米作りずっとしてたから。いやでも違う。不思議だね。米って不思議だね。全然同じようで違うんだよ。こんなに違うんだよ。食べてみる君は納豆ご飯にしてあげたんだ。納豆乗っける？別々に食べる？本来別々に食べるのがねいいんだよ。この米のね、これはもう冷めてきたからいいんだけどね、米の熱でね納豆のねいい成分がね消えちゃうんだよ。知ってた？うわ納豆ご飯だよ最高ですね。感謝しないと。出雲の国のお米で納豆ご飯だよお前。すごいよね。こんな幸せなことがあっていいんすか？ああいい匂い、いい匂いでしょ。チュッチュッチュッ待てよ、待って終わってないの。よし、お米はね君みたいなね犬っていう動物にはあんま良くないんだよ。だから少しだけ。でも納豆はいいからね。おいしいおいしいよね。出雲の国煮たまい、いやーいいものもらったね。そらおいしかった？おいしいおいしい、よかったよ。じゃあ感謝だね。感謝ね。これで暑い夏を乗り切るんだぞ。分かったか？